せーの、どうもこんにちは、こんばんは、ボビオロゴンです。今回俺が謎的になってデッドバイディライトをやっていきます。一緒にやってくれるのはこの人たち。アパカチンガー宝哲也でございますよ、よろしくね。よろしくお願いします、田村正和です。よろしく、どうもどうも、よろしくお願いいたします。声優の沢雅子と申します。なんかちょっと私ちょっと場違いかしらね。ダメよ、ダメダメ。なんで一発芸人がまた再演してふざけたりを、よろしくお願い。ダメよ、ダメダメ。今回絶対に俺が優たちを袋図から覚悟しとけよ。何言ってるか分かりませんが、面白いこと嫌がるこのバカチンガー。いや、バカチンガーというのは私でしょうが。グフフフフ。あ、これちょっとダメなワードだった、ごめんごめん。すごいわ、あの会話の間が難しいわね。そうですね。ね、すごい、ちょっとなるどうしたらいいかなって気持ちになっちゃいますもんね。あの皆様ね、あの普通に喋ればいいんですよ。そうだよ、俺基本的にあの謎に当てるときはあの集中して喋れねえから、おめえたちに喋ってもらわねえとダメなんだよ。出てやめに。あれ、なんでその先笑いのよ、あなた。ダメダメか、分かりねえ。確か武田さんは確かあの学校の先生やられてるのよね。やってますよ、本当に。あの、じゃあまずは学校の先生からやっていこうかな。あ、ここに赤い発電機と緑の発電機。面白そうだし美味しそうってやかましいんだよ。でも僕は緑のタヌキのが好きかも。で、そんなことはどうでもいいんだよねってこと。キラなんて、どこにいるんでしょうね。うどんとそばならどっちが好きなのよ。うどんとそば、あなたのそばがいいですね。うまいこと見上がるこの野郎。ただ、ちょっとそんなこと言われたの初めてよ、私。いや、これでね、あの40人ぐらい口説いてるんでね。あれ、ちょっとダメよ、チャラ男じゃないの、ちょっと。なにビデーだよ。野沢さんですか、私の。ダメよ、ダメダメ。そうそうね、あのあなたが誰かわかんないけど、隣に私いるわよ。ダメよ、ダメダメ。ダメよ、ダメダメ。すごい、スキルチェックがすごいわ。ダメよ、ダメダメ。多分ワンパンダメって言ってるんでしょうね。ダメ、ワンパンってことは誰がギラがわがじだろうりゃ、おめえら。え、ゴーストフェイスですね。あ、そういうことだったのね。俺足跡めっちゃ残ってんじゃねえかよ。ダメよ、ダメダメ。今落ちてたぞ。いや、危ないですね。ちょっと追いかけられてるわ、気をつけて、気をつけて。やっぱり先生ついじゃねえか、ほらワクワクしてきたぞ。皆さん、習いませんでした、人に板を当てるのが常識だってことね。うめえな、この野郎。誰だよ、破滅壊したの。それちょっと、私よ、今日はちょっと私働くわよ、ちゃんと。よくもやりやがる、破滅じゃない、デモはオーブやられてんじゃねえ、ふざけじゃねえ。はい、赤い傷と緑の発電機。赤い傷と緑のテルキ。テルキって誰やねん、今間違えてもうだがな。どこにいた。マルちゃん、マルちゃん、あの遠回しでね、あの振られるとね、反応しづらいんですよ。やべ、ミュージナーにまだ誰がよ、これぐだけだでよ。あれ、あのこの人がそういうこと言ってるときは大体見つけてるのよ。いや、でも、このり見つけてるだけど、おめえらどこいるだよ、マジで。ダメ、ダメ、ダメ。やっと言ったわね。ダメおじが今連れてねえから、これちょっとマジい状況だな。なんとか巻きましたね。あら、あなたすごいわね、本当に。ちゃんと巻いちゃうのね。よーし、一個いただき。ダメよ、ダメ、ダメよ、おでんくぞ。ダメよ、ダメ、ダメ。何しに日本へ。あら、ちょっと発電機お邪魔しますね。あ、ちょっと武田さんじゃないの、あなた。ダメよ、ダメ、ダメ。緑のタヌキ。よーし。黒い豚カレー。めちゃくちゃうまいぞ。私もでも、あの、学校の授業のやつ一つ知ってんのよ。おうおう。あの、公やけっていう字あるでしょ。
あれはね、あの、ハトムと書いて公なのよ。ハトム。だから、ハムなんですね。そうなのよ、ハムの人ってことよね。ごめん、俺もう脱人やったら全然会話拾えねえから、その上頼むよってこと。大丈夫よ。ダメダメ。私今ただ滑っただけだから大丈夫よ。よかったよかった。で、誰が助けに行ってたよ。ふざけだでよ。あ、いますね。誰も行ってませんね。ちょっと近くにいるみたいね。うんと、よくもやりやがった武田の鉄矢。いや、人という字はね、板をスタンするのが大事ですね。素晴らしいこと言ってるんだけども。行きましょう。助けに行かせてぞ。大丈夫かしらね。ここにも嫌がるな。俺は気づいてたぞ。いやちょっとふざけだりよ。ちょっと大丈夫かしらね。それそっちにいたんだな。俺は見失わねえよ。赤いパレットと緑のパレット、うまいこと言ったけれども、もう終わりなんだよねってこと。あら、ちょっとあなたやばいんじゃないのそれ。まあ、ダメ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 なんかだねーよ。人を釣るという字はですね、あの、釣るって書くんですよね。そダメよ、そのままじゃねーって。なんで俺突っ込んだの今。なんで俺が今突っ込み役になってるのか。ちょっと、わ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 、ダメよ。助けに行ってるな、見えたぞ。またちょっと、私逃げるわよ。さてさて、行きましたね。どこに行きやがった。この家に出ているだろう。うまいことちょっと巻いちゃったわね、私。で、あの、ヒントを言うとね、あの、3人とも全員遠いです。どこいてたの、みんな。あ、私。いや、あなたがね、救助狩りっていうことを言ったからね、みんな離れちゃったんですよ。これでも、鳥さん反応してんだよな、めちゃめちゃ。あ、危なかったですね。逃げれたわね。あなたやるわね。もう逃がさねえぞ、おめえら。なんでリーチのあなたが助けに来るんですか。まあいいですけどね。ダメよ、ダメダメ。よし、まずは学事釣り、仮に。あ、そうそう、今つまどいだろうに、なんでやねんってこと。よーし、逃がさねえぞ。あれ、どこにいた、ミュージナー島った。どこ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 って言いながら追いかけてんでしょうが。ぐーっと、マジでカンカン、逃げなさい。僕は釣られません。逃げなさい、逃げなさい。僕は釣られません。ぐーっと、マジで。あ、どどどなのに、しかも発電機2個の状態に、これかなり痛手なんだけど、こっちから行こうかな。いや、痛手という字はどう書くんだっけ。痛いと手を書いて痛いで、そのままじゃねえかよ。誰かどこでくれよ。あら、ちょっとそれはあなた危ないんじゃない。危ない危ない。嘘、海やねえか。なかなかやりやがる。あれ、ちょっと私ダメ。やめなさいよ、ちょっともうそんな私いじめて。いいえ、どういたしまして。ちょっとなんで私、あなたちょっとなんで見失ってるのよ。ちょっとどこにいたかわかんなかったじゃねえかよ。上手にビデオティナーズバーだ。あ、でも大丈夫よ、もう着くわよ、着くわよ。残念です、それ。言うのマジかよ、ふざけだにぃ。俺ちょっと、私も予想してなかったじゃない、それちょっと。ダメよ、ダメダメ。くそ、全部やられちまった。悔しいんだけれども。それでもあの、私も今目くらんでたわよ。私のね、突破というパークがね、刺さりましたね。やばいよ、俺かなり痛い痛い。あたし逃げちゃうわよ、もうそっちから。あ、やばいわね。ダメよ、池田さんが危ないですね。ひどりは確実にやるから覚えとけ、おめえら。ちょっとなんか誰か狙われてるみたいな。よーし。いや、これはね、まずいですね。あなたもう終わりじゃないかしら。いや、次でいいじゃないですか。せやに、助けに来ねえとおめえら全員勝ちまうぞ。あの、助けに来ない人はですね、あの、単位落とします。よーし。
助けに来たな、最後。いや、早すぎる。早いわね、ちょっと。よし、すごい早いじゃない。これ、昨日3人があるから、おめえら逃げれねえんだよ、バカ野郎。ダメよ、ダメダメ。だから、そっちに逃げても逃げれねえって言ってだろ、おめえらよ。そうなの、あの人ちょっと最近、白場に好きなのよ、あの人。これは予想外ですね。よしよし、残り時間結構あるから、おめえらもう逃げれねえぞ。あら、これはやってしまいましたね。ごめん、早く救助してくださいな。血の番人の効力は結構長いから、逃げれねえよねってこと。これは死ぬという字は死にます。これはもうちょっとやばいのね。よしよし、かなり序盤にまだまだ続くぞ、この行具。いや、後ろから来てましたね。あっち行ってるみたいね。とりあえずそっちからでも向こうからでも逃げられるわよ。いやー、さあどうするんだおみら。釣られるわね。これはもう終わりですね。よしよし、家とか多分離れてますので。クソ、ボコボコにやられちまった。誰が後悔。そうか、あの人まだギリギリっていうか全然余裕なのね。しょずりですな。ダメよ、ダメダメ。そしたらちょっと助けに行きたいわね。いや、全滅はダメダメですよ。全滅しまうけどいいのか、おめえら。まあでも、ワンちゃんあの人なら死んでしまってもいいのかしらね。犯人はあなたです。面白いこと言いやがり。今いたぞ、見つけたぞ。血の番人はちょっと予想外です。いやちょっとそうね、まさかそんなパーク持ってきてると思ってなかった。どこにいるんだ。入るじゃない、あそこに。水が始まった、水が始まった。あ、いや、血族って便利ですね。そうね、ちょっとあれは怖いわね。よし、水着だよ。逃がさにどうみだよ。ワンチャンあるわよ、これ。ありがとうございます。向こうから出れるわよ。行きましょう。間に合うかな。ダッシュダッシュ、ギリギリ間に合うわこれ。どうぞ、ボロタイがついてだりだよ。ギリギリよ、これいけるわ、いけるわ。ギリギリ、いけ。はじけてまだれ。うぞー、マジで。ナイス。おじがだな、くどぐぞ。完璧なタイミングじゃない。すごいですね。今回、ボロボロに負けじまったけど、ベタグダだろ、おじがだな。血の番人がぶっ刺さるっていうのは怖いわね。本当にタンポンとすいませんでした。あの、天国から見守ってます。ダメよ、ダメダメ。ほんじゃまだね。ありがとうございます。皆さん、今回も最後まで見てくれてどうもありがとうございました。私のったん、ゲーム実況、実写、それから声真似、いろいろやってます。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた。